t-50 t-50 はロッキード・マーティンから技術的支援を受けて韓国が製造した練習機。愛称はゴールデン・イーグル・イヌワシアメリカ合衆国のロッキード・マーティンから技術支援を受け韓国の航空機メーカー韓国航空宇宙産業海が製造した韓国にとってキロとマイナス1に次ぐ国産航空機であり機体は 開発は KTX-2 の名称で1992年から開始された。当初はサムスン航空産業がロッキード・マーティンと提携して開発する計画であったが、1999年に韓国航空宇宙産業、海が設立されたことに伴い、海とロッキード・マーティンによる開発となり、 t-50 の名称が与えられた。t-50 は4機の試作機が製作されたが、うち2機は当初 a-50 と呼ばれていた、軽攻撃及びリフト、戦闘機導入訓練機とも分けれる、兵器システムの訓練が可能な高等練習機を目的とした型であり、試作機4号機、リフト型の機体には a-50 の表記が見られる。後に、a-50 は目的ごとに、 TA-50 と FA-50 の2種類の派生型に分けられた。試作機1号機の初飛行は2002年8月20日である。ロッキード・マーティンとの技術提携もあって、胴体末尾にエンジンノズルを有する、ブレンデッドウィングボディの機体形状など、回 -16 の影響が各所に見られ、形状が似ている部分がある。垂直尾翼と水平尾翼。 エアブレーキがノズルにかかるように配置されている点もス -16 と同様である。しかし、ス -16 のエアインテークが機体下部の1箇所であるのに対し、同じ単発機であるにもかかわらず本機ではストレーキの下部に左右各1箇所ずつ配置されている。これは同じく回 -16 の設計をベースにした台湾の警告と共通する、ただし警告は双発機であり、 なおかつ開発時期に差がある特徴である。練習機であるために、大型レーダーを有さず、また、機種は小ぶりで、タンデムの操縦席も前よりに配置されている。回 -16 と同様に、単発機だが、機体が F-16 よりも小型であるため、エンジンは出力の割には、比較的小型な f 4 0 4 g e 4 0にターボファンエンジンの単発装備としている。 調達価格は230億ウォン、約25億円前後という報道がある一方、1機あたり350億ウォン、約38億円に達するという報道もある。いずれにせよ、単発とはいえ、超音速飛行を実現するために、回 A-18 ホーネット向けのアフターバーナー付き、高出力エンジンを搭載しているため、練習機としては、極めて高価格である。 2003年12月19日に韓国空軍より25機の発注を受け量産が開始された。韓国空軍向けの T-50 は練習用途の50機が2010年5月まで生産され、他に10機が韓国空軍の極義飛行隊、ブラックイーグルス用に生産された。会のウェブサイトでは、ブラックイーグルス用の10機の T-50 に対し、 T-50B の形式名が与えられている。同期は、スモークオイルタンクや、カメラなどのアクロバット用の装備を持つ。リフト機仕様は、TA-50 と呼ばれ、当初は、米国製の AN-APG-67 レーダーの搭載も検討されたが、最終的には、イスラエル製の L-M-2032 レーダーを搭載している。同期は、 M61A1 機関砲、AIM-9 サイドワインダー空対空ミサイル、各種爆弾、ロケット弾ポットなどを運用可能とされる。22機が生産された、軽攻撃仕様の FA-50 は、軽戦闘爆撃機として、L、M-2032 レーダーやより強化された、兵装を搭載している。 計画では4機の FA-50 試作機を2012年までに製作することになっており、2011年に初飛行した。同機は韓国空軍の海 -5EF を代替することが期待されている。2013年から2016年までにまず60機が生産される予定である。計画が停滞している韓国次世代戦闘機 KFX に代わる。 新コンセプトとして、イが提案した T-50 をベースとする戦闘機。小型の単発機で限定的なステルスを備え、イ -16 と回 -35 の中間的な性能を目指していた。ベースとなる T-50 が小型であることから、既存の KFX プランに対して、ステルス面で有利で、KF-16 のほか、旧式化。 老朽化が進む回 -4D、E や回 -5E、F を置き換えて北朝鮮の主力とするミグシリーズを相手にするには十分な性能を発揮できるとされていた。また、T-50 の開発経験を活かすことができ、一部部品を共有することでコスト削減にもつながることからメーカー側は有力視していた。しかし、小型ゆえに航続距離や武装、 発展性への懸念があり、日本や中国のような大国を相手にするには不適当ではないかという防衛事業長や国民からの批判があった。また、KFX 共同開発に参加しているインドネシアから KFX が何の成果も出していないのに別機体の開発へと切り替えることに対して批判が出たこともあり、最終的には元の KFX において創発機プランを採用する。 ことが決定して、T-50 の派生型としての KFX、E& は立ち消えとなった。2012年11月15日に、ブラックイーグルス所属の T-50B1 機が、カンボンド原州北東約 9km の山間部に墜落し、パイロットの少佐が死亡した。11月27日には、事故機の整備班の軽巡位が首を吊って自殺し、これを受けて、 同性備班の慶中氏、三荘総統が事故原因を告白した。同月30日の発表によると、慶中市が操縦系統遮断線を点検した後に必ず抜かなければならない遮断線を抜かず、操縦系統が誤作動して事故につながったとのこと。2013年8月28日に、広州の空軍基地で離陸中の T-50 が墜落し、 空軍第一戦闘飛行団所属の少な量、少佐と隊員の二人が死亡した。2015年12月20日、インドネシア空軍のジョグジャカルタ空軍、飛行学校創立70周年を祝う航空ショーで、インドネシア空軍の極技飛行隊が運用する T-50 練習機が墜落し、パイロット二人が死亡した。2018年2月6日、 シンガポールチャンギ国際空港で行われていたシンガポールエアショー2018にて韓国空軍ブラックイーグルスの T-51 機が離陸中に出火滑走路からそれて横転し操縦者一人が負傷2017年7月12日フィリピン空軍がミンダナオ島マラウィでの作戦中 FA-50 が投下した爆弾が目標を大きく外れて 治安部隊のいた建物を直撃。兵士2名が死亡、11名が負傷した。フィリピン空軍は、この誤爆の原因が判明するまで、FA-50 の飛行中止を命じた。2017年8月3日、フィリピン軍は FA、FA-50 の再投入を決定した。フィリピン軍のエドガルド・アレバロ報道官は、調査の結果、機体、パイロット、 武器システムに何も問題がなかったと発表した。また、同様の事件を防ぐために、技術、戦術、空爆の実行に関する手続きを新たに調整したと述べた。練習機としては高額であるが、会は国内向け、各派生型も含め途上国を中心として、最大600機の生産を見込めると分析している。また、2030年までに3300機の 潜在的需要があるともしている。T-50 の海外輸出が見込める一つの要因としては、T-50 とシステムの互換性が高い海 -16 を採用している国が多くあることが挙げられ、国際マーケティング活動は、海とロッキード・マーティンが共同して行っている。2014年 T-50 を使用するブラックイーグルスは、同年11月に、 中国で開催される航空ショーに参加する予定であったが直前になりアメリカ側から使用する T-50 の技術が中国に流出する恐れがあるとして参加中止の申し入れを受けている。このことからアメリカとの間に友好関係にない将来的に軍事的に対立する可能性のある国には輸出は愚か移動すら困難になる可能性を示している。エンジンや 電子装備など中心技術はほとんどがアメリカ製であるため輸出にはアメリカの法律の影響を受ける輸出するためにはアメリカの承認が必要である楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください